こんにちは、藤田海人です。ですね、今日はですね、昨日このこちらにあります苗をですね、いただきました。あ、潰れました。苗をいただきましたので、こちらをちょっと植えて見たいと思います。ここに3株あります。本当はですね、1週間から2週間ぐらい前から土作りをする必要があるんですけど、今回は昨日だからもうちょっと間に合いませんでした。なので、速攻でちょっとしたいと思います。ですね、一応ここに穴を掘りました。今ちょっと根っこから少し肥料を離した方がいいから、ここでこう掘ってます。もう少しちょっと掘りたいと思います。まあ、このくらいですね。これ掘りました。ですね、こちらをお願いしますね。これにちょっとこの、なんて書いてありますかね。発酵鶏粉ですね。ちょっと切れるかな。これちょっと切れない。こっちで切ってみましょうか。これをちょっと入れたいと思います。なかなか、これ切れましたね。ちょっとハサミがなくてすみません。これが鶏粉ですね。鶏粉はもうあんま直接すると根を傷めますから、これがですね、一応これに量が、巻く量が大体書いてありますので、もうこれは適当に、このくらいにしておきます。で、これで巻きまして、ちょっとこれはもう上から泥をちょっとかけます。これがですね、後で生きてくると思います。ですね、次はこれに、肥料ですね。ちょっと最初にちょっとさらりとちょっと巻いておきたいと思います。あんまりちょっと巻きません。後で追加で巻きますので、土を巻きまして、ちょっとこの土を混ぜてみたいと思います。まあ、後からでもできますからね。こんな感じですね、していきたいと思います。では早速ですけど、植える場所をですね、3本ありますから、ここら辺をちょっと開けときたいと思います。ここをちょっと場所が近づきますけど、この付近とこの付近で場所を作りたいと思います。こういう感じで苗がここありますから、これをちょっと植えたいと思います。ちょっと植える前に水をちょっと入れておきます。水を少し入れます。では早速植えたいと思います。次はこれですね。こっちの方を取りました。
まあ、こういう感じで入れまして、とまた水をちょっとだけつけたいと思います。まあ、こういう感じですね。はい、で早速ですけど準備をしたいと思います。これはどっち、まあ、入れてますね。まあ、こっちをちょっとしたいと思います。ここまでなりましたね。支柱になりますから、この辺でしときたいと思います。試しにですね、これだけちょっと固定したいと思います。ですね、なかなか難しいですけど、一回ひねったら、ちょっとここに。これで一回、ちょっとすみません、これはこっちに先に止めた方がいいですね。ああ、紐が切れましたね。じゃあちょっとこれをまず固定をしてみたいと思います。まあ支柱にですね、あらら葉っぱがかわいそうということで、ちょっと葉っぱがかかりますけど、これでちょっとここで一回結んで固定しています。なかなかですね、見ておきていません。でこう結ぶ、ちょっとあんま大きすぎましたかね。でここでこちらですね、クロスさせまして、ちょっと余裕を持たせまして、これでちょっと結びたいと思います。これですね、なんかちょっと結びにくいですけど、ちょっとここでどうにか結びたいと思います。あの結びすぎるとですね、ちょっと結びなかったですね。ちょっと大きすぎますけど、一応もう邪魔なところは切っておきます。それでは支柱を立てていきます。そうですね、支柱をよしよし、なかなかにかわないです。で支柱をこっちに行きますね、ボールに行きます。よいしょ、ここでこの支柱を一応まとめます。次が高さですね。高さを一緒にしたいと思います。よいしょ。次はこれですね。これは抜からないですね。ここまで。次は三つ目いきます。ですね、さっきの棒を立てたところをちょっと固定します。と高さを合わせてますけど、ありますかね、なかなかちょっとこれで、これでもう一回結んで終わります。あ、カルペット。はい、いただきます。で、こちらをですね、こちらもちょっとここで結びたいと思います。
ですね、最終的にはまあこちらのミニトマトが1、3つで、ちょっと狭いかもしれませんけど、一応こういう感じでしていました。で、あと足らないとか横にこう広げるようにします。一応この感じでしましたので、あとは成長に合わせて、もう少しいろいろしていただいています。最後は水がある分だけですね、ちょっと今日は水がいいですから、水を十分かけてちょっと終わりたいと思います。まあ、あとですね、この経過はですね、どういう具合か、また投稿させてもらいますので、本日はですね、庭にミニトマトを植えたということで、これで終わります。